はい。では今日はですね、会長に勇退したい、勇退した人向け、会長と社長の役割の違いと会長の働き方という話をしたいと思います。で、日頃ですね、会社の仕組み化というのをお手伝いしているんですけれども、この仕組み化のですね、目標ですよね。これがいくつか、あります。例えば、会社を仕組み化してですね、組織を整えてもっと成長させていくっていうのもありますし、仕組み化してですね、自分じゃなくても経営できるようにして、事業承継するとかですね。もしくはどっかの会社に売却するとかですね。まあ、いろんな目的があります。で、そのうちのですね、一つが、自分はですね、社長を退いて、会長になると。そして社長としては誰かをまた新しく任命するというですね、いわゆる勇退ですよね。これを目指すっていうのも一つですね、仕組み化の目標になるわけですね。まあ、仕組み化するとですね、どんどん自分の仕事っていうのを他の社員の人に任せていくことができますので、まあ、最終的にはですね、自分が今やっている社長業、これすら他の人に任せられるということなんですね。まあ、そして自分は会長となってですね、毎日こう会社に出社して働くっていうのじゃなくてですね、例えば月に1回だけ行くとかですね、週に1回だけ行くっていう感じで、まあ、勇退するということもね、できるようになります。で、うちのお客様の中にもですね、まあ、そんなに数は多くないですけれども、実際に会長に勇退した人もいれば、今まさに社長を育てていてですね、自分がこう会長に勇退する準備をしているという人もいらっしゃるので、まあ、今日はこのテーマを取り上げようと思ったんですけれども、その会長にですね、なる時に悩むことがですね、やっぱいくつかあるわけですね。それ何かというとですね、今まで自分がこう社長として毎日会社に行ってですね、社員のこうマネジメントしたりとか、なんかこう事業をね、自分でこう前に進めたりするっていう立場だったんですけども、そこでいざ会長に退くとですね、何していいのか分かんないです。会長として何をしていいのか分かんなくてですね、でそれで、まあ、ちょっと困ってるっていうですね、社長も意外といたりするんですよね。で、まあ、まあ、その会長というのは基本的には社長を退いた人がなる、役職なので、その会社の経営ということに関してはもうベテランなわけですね。ただ、会長職っていう、会長というその職種というか、ポジションに関してはまだ1年生なんですね。なので、会長として何をすべきか分かんない、社長とどう関わったらいいのか分かんないっていうですね、まあ、そういう悩みはあったりするわけですね。まあ、そこで今日はこの役割の違いと、会長はどういう働き方をしたいのかっていうですね、話をしたいと思います。まあ、かなりマニアックなテーマで、あまりこう、ね、多くの人には、役に立たないかもしれませんけれども、本当にごく一部の会長に勇退したいとかですね、今、まさに会長であるという方には、多少役に立つかなと思いますので、ぜひお付き合いください。で、まずですね、会長と社長の違いは何かという話ですね。で、会長とかですね、社長という役職名ありますよね。これってですね、別に法律でこういう役職があるわけじゃなくてですね、まあ、昇進慣例を会長とかですね、社長とっていう言い方があるだけなんですよね。なので、別にこれは正式な肩書きではないとですね。本人や会社が勝手に決めたものということになります。ただし、この前にですね、代表取締役というつけると話は変わってくると。代表取締役というのは法律で決められた役職なんですよね。で、ここに書いてありますけれども、代表取締役というのは、株主総会や取締役会の決議に基づき、単独で会社を代表して契約などの行為を行うことができると。ね、日常業務について取締役会からの決定権限が委譲されており、自ら決定も行い執行するということですね。ちょっと分かりづらいかもしれませんけれども、まあ、株式会社というのは、要は株主がいるわけですね。株主がオーナーなわけですよね。で、そういう人たちが集まる株主総会というのがあるわけですね。で、その下に取締役会というのがあります。で、取締役会はその株主たちの意向に基づいてですね、会社を運営していくっていう、まあ、任務を任されているわけですね。その取締役会の中で、代表として会社を経営していく、執行していくのがこの代表取締役ということになっているわけです。まあ、ほとんどの日本の会社は、まあ、株主と、ね、代表取締役がもう一緒なので、あまりこの辺は気にしないかもしれませんけれども、まあ、一応そういうふうになっているということですね。一般にはですね、会長、社長といってもですね、正式名は代表取締役会長、代表取締役社長というケースが、まあ、多いのかなと思います。で、まあ、ほとんどの場合には、社長の上に、まあ、会長がいるとですね。要は会長は先代社長で、社長がまあ
現在の社長であるというケースのようですね。なので、普通はですね、会長の方が権限があるというか、権力がある存在ですね。で、最終決定権は会長が持ってて、社長はその下でやってるっていう、実質社長はね、このナンバー2みたいな感じでやってるという、ケースが多いのかなと思います。でですね、会長と社長というですね、トップが要は2人いるっていうことになるわけですね。で、こうなるとですね、いろいろと問題が起こるケースが多いということなんですよね。なので、ここに悩まれて、その会長としてどういう立ち位置でいればいいかっていうのを悩んでる人が多いということなんですよね。で、それこの二頭政治ということですね。会長という頭と、もう一個社長という頭があるということですね。普通に考えたらですね、社長はその会長から任されて、その会社を運営してますんで、実質その組織のトップは社長であるわけなんですよね。ただですね、会長もやっぱり存在感があると。その組織の中にですね。で、そして会長についていきますという、先代社長についていきますっていうですね、ベテラン社員がいたりとか、するわけなんですね。なので実質ですね、組織としてはこの図にあるような感じになっていると。一応正式にはですね、社長トップとしたピラミッド構造、組織構造があるんだけども、もう一個ですね、会長トップとしては人脈というか、派閥みたいなものがあってですね、この二つで会社が動いてるみたいな、ことがあるわけですね。で、こういうですね、組織体制だと、社長としてやっぱりやりづらいですよね。この会長のところにですね、所属している社員いますよね、この派閥に。この人に非常に指示がしづらかったりとかですね、その人に強く言えなかったりするわけですね。先代社長の息のかかったベテラン社員みたいな人がいると、なかなかその人を動かしづらいっていうのがあったり、するわけです。一方でですね、会長としても、こういうふうにね、自分の権力を保ちたいっていうのはわかるんですけども、このような組織構造だと、やっぱり社長がやりづらくなってですね、結果として会社がうまくいかないっていうことがありますんで、よろしくないということになるわけですね。こういうふうに二党政治の罠に陥らないような、会長と、社長の関係づくりっていうのをしていかないといけないと。いうわけですね。で、なぜですね、この二党政治の罠に入ってしまうかというと、この会長のジレンマというのがあるんですね。これ私が名付けた 言葉なんですけども、どういうことかというとですね、会長は本当はですね、社長にその経営任せて自分は悠々自適の勇退をしたい、したわけなんだけれども、そのどっかでですね、社長の働きぶりが気になるとかですね、あと、やっぱり自分の存在価値をまだまだ出していきたいっていうですね、裏の欲求があったりするわけですね。そうするとですね、本当は任せて自分は勇退したい、すればいいんだけど、その裏の欲求としてですね、やっぱりどうしても社長の働きぶりが気になったりとか、まだまだ、なんていうかな、自分が求められている感が欲しいので、ついつい経営とかですね、現場に口を出しちゃうっていうことがあるわけですね。これが会長のジレンマですね。本当は優待すればいいんだけど、なかなかそうもいかないっていうですね、心の中で。これがジレンマになっています。で、これが強すぎるとですね、この二党政治になってしまうというわけですね。で、このジレンマを解決するためにやんないといけないことが、要は会長の仕事を明確化するということなんですよね。それがここに出てる6つぐらいになります。で、まず1つ目が役割の明確化ですよね。これはですね、会長と社長の役割、分担ですね。これを明確化しようということですね。で、まず1つ目ですね、会長と社長の役割の明確化ですね。役割分担を明確にしましょうということですね。これは会長と社長のその関係性であるとか、その各社ごとに決めてもらえばいいかなと思うんですけども、一般的にはこういう分け方がありますよという話ですね。まず会長の方は社外活動に力を注ぐと。例えばその業界内でですね、いろんな業界団体あると思うんですけど、そこに出入りして、人脈をつなげるとかですね、もしくは業界外のところに出てって、他の業界の社長とつながりを持ってですね、ビジネスに生かしていくとか、そういう活動ですね。一方の社長は社内の活動としてマネジメントに専念するというやり方ですね。あと会長は海外の事業展開に、力を注ぐとかですね。で、社長は国内の活動に力を注ぐ。こういう役割分担もあるでしょう。あと会長は新規事業をやる。社長は既存事業を伸ばしていくというですね。こういう役割分担もあるかなと思います。これまでちょっと新規事業で会長が張り切りすぎてですね、社員をかき乱すとまた面倒なことになるんですけれども、新規事業をやる場合には、新しく人を、アサインしていった方がいいですね。既存事業から引っ張るっていうよりも、新しく
探していった方がいいかなと思うんですけども、まあ、とにかくこういう役割分担が一つ、あるかなと思います。で、次のですね、仕事としては、社長の支援に徹するということですね。まあ、いわゆる社長のコーチ役とかメンター役に会長はなるということですね。まあ、これをおすすめというか、まあ、ぜひやってほしいことかなと思いますね。で、うちのですね、ちょっと宣伝になってしまいますけれども、仕組み経営コーチというですね、まあ、養成講座というか認定制度があるんですよね。この仕組み経営という、私たちが提供している仕組み化のメソッドを、まあ、教えることができるコーチになるための、こう、養成のトレーニングがあるんですけども、まあ、それを受けていただくとですね、会社の仕組み化ということをマスターできるんですよね。で、基本、社長の仕事というのは、会社の仕組み作りなんですよね。で、会長は、その、仕組み系コーチになっていただいて、その、社長のコーチになっていただいてですね、社長はこの会社の仕組み作りをするのをお手伝いするっていうですね、まあ、そういう立場になっていただくと、まあ、非常にいいのかなと、思うんですね。まあ、ちょっと今のは宣伝ですけれども、まあ、そういう、役割も、いいかなと思います。で、まあ、ここでポイントはですね、あくまでコーチ、メンター役ということですね。まあ、コーチ、メンターっていう言葉はね、最近よく聞くと思いますけれども、まあ、その社長時代みたいにですね、こう一方的に、あれあれこれあれっていうふうに指示し始めると、社長は育たないので、まあ、あくまで社長がこうやりたいことを支援する、応援する、もしくはこう社長がやりたいことがあって、まあ、どう見てもこれちょっとおかしいなという時には、まあ、そういう時だけ、こう、さっとね、それを正してあげるっていう、まあ、そういう役割がいいのかなと思いますね。で、次、3つ目ですね。幹部育成を受け持つということですね。で、社長はですね、部長とか課長とかぐらいは育てられるかもしれませんけれども、社長の次の社長ですね。これを育てたことはないわけですね。でも、会長は一旦その社長を育てた経験があるので、今の社長のさらに次の社長も育てることができると。ということなんですね。なので、これは非常にね、幹部育成の講師として非常に適任者なわけですよね。なので、社内でそういう幹部育成をね、受け持つっていうのも一つあるんじゃないかなと思います。4つ目ですね。フロントマンになるということですね。で、フロントマンって何かと言いますとですね、要はその会社の、看板というか、象徴的な存在になるということですね。で、私もですね、師匠のマイケル・ガーバーさんもですね、自分で作った会社があるんですけども、そこをですね、早々にリタイアして会長になったんですよね。で、その会長になった時の役割はフロントマンですね。その会社の象徴としていろんなところでこうセミナーやったりとか講演活動してですね、要は会社を売ると。で、実務はその社長以下、そういう人たちが、他の人たちがやるというですね、まあ、そういう役割分担をしていたんですよね。なので会長としてはこのフロントマンっていうのは一つあるかなと思います。で、最近だとですね、バージングループのリチャード・ブランソン、私の好きな起業家なんですけれども、彼も会長ですよね。バージングループの会長なんですけども、まあ、彼まさにフロントマンという役割ですね。まあ、最近宇宙旅行に行ってですね、まあ、自らこう自分が作った、宇宙船の、最初の乗客としてですね、宇宙に行っちゃうっていうですね、まあ、非常に冒険家的な気質を持った起業家ですね。まあ、こういう人はまさにフロントマンとして、適任と。まあ、彼の名前が売れれば売れるほど、そのバージングループという会社が売れるわけですから、まあ、まさに会社の顔と言えるわけですね。なので、自分自身がですね、ある程度こう業界内とか、まあ、世間的にも、まあ、知られてる存在感のある人の場合には、このフロントマンっていう役割は非常にいいのかなと思います。で、5つ目の仕事。特定事項に関する拒否権を持つということですね。まあ、これはですね、どういうことかと言いますと、要は会長としてですね、どこまでこう意思決定に関与するのかっていうのが悩むところなんですよね。で、そこで、特定事項に関する拒否権だけを持つということですね。で、これはですね、フェリックス・デニスというですね、まあ、イギリスのメディア王と言われている、まあ、起業家のお話なんですけれども、まあ、彼もですね、要は会長に勇退したんですね。ただ、勇退したといっても、すべての事柄、すべての決定事項を全部任せるよということじゃなくてですね、この件を決めるときには、自分にも拒否権があるんだということをね、ちゃんと社内に知らしめていたということなんですね。まあ、それがこの5つですね。取締役の就任や退任、本社の移動、大きな資産の処分、大きな製品や事業のスタート、ボーナスを自分たちに与えると。この5つに関しては、会長である自分に拒否権があるよということをね、言っていたんですね。
なので、社長とか他の取締役の人たちは、こういう5つのことを決めるときには、会長にも相談しないと、ダメだという話ですね。こんな感じで、この業務をね、丸ごと全部委任するんじゃなくて、一部だけ委任してですね、一部は自分でちゃんと権限を持っていくという、そういうやり方ですね。これ非常に賢いやり方だなと思いました。こんな感じで、すべてを社長に任せるのが不安な人はですね、この件に関しては、自分にも、決定権があるよと、拒否権があるよというふうに決めておくのもいいかなと思います。で、6つ目、重要人事、重要投資のみに関わるということですね。これもさっきの話とちょっと近いんですけれども、例えば、この役職以上の人を採用するときには、自分がね、自分にも決める、権利があるというふうにしてですね、関わるということですね。あと、重要投資、いくらいくら以上の投資をするときには、自分にも相談をしてくれというふうにですね、しておくということですね。こうするとですね、社長としても結構安心なんですよね。社長としても、いや、その全部任せるよと言ってもですね、やった後に、あれこれ言われたらたまんないわけですね。でもこういうハードルというか、基準決めとけばですね、これ以下のことは全部自分で自由にできるということになりますし、それ以下のことに、それ以上のことに関しては相談すればいいという話になるんですね。この役割をちゃんと決めておくっていうのは非常に、お互いの関係性にとっていいわけですね。で、これはですね、社長と会長だけの関係だけじゃなくてですね、一般のその部下と上司の関係にも同じことが当てはまります。ここまでは決めていいよと勝手に。で、これ以上のことに関しては、言ってねというふうに決めておくということですね。というわけで、会長の仕事を6つほどご紹介しました。で、もちろんこれ以外にもあるかもしれませんし、これは自分には合わないからっていうのもあると思うんですけども、一つのヒントとして、今申し上げたことをですね、ご自身の仕事として定義してですね、やっていけばいいんじゃないかなと思います。というわけで今日は、会長の仕事についてご紹介しました。